こんにちは、中華堂の田中です。鏑木清方についてお話しましょう。鏑木清方は、明治から、昭和にかけて活躍した美人画の画家です。昭和の美人画といえば鏑木清方、伊藤新水、上村松園、この3人に尽きると言ってもいいでしょう。で、鏑木清方はその3人の中で最も庶民やそれから昔の風俗に最も通じてた方じゃなかったかなと思います。非常に粋な作品をたくさん残しました。で、ここの後ろにかけてる作品は清方の晩年の作品です。少しね、筆画の鋭さが失われている時代なんですけども、けれどもやはりなんて形の取り方とか色とかも円熟した色目になっています。鏑木清方を買いたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらの連絡先までお願いします。0120いつもこと、それから、LINE 査定、LINE で簡単に写真を送っていただきます。こちらの QR コードで連絡ください。はい、以上です。